霧隠れ龍之介、義理と人情男節。今日は焼き鳥まるちゃんに行きます。いや、美味しい焼き鳥がありますか？あります。いっぱいありますんで、どうぞ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。これが、大分が誇る焼き鳥まるちゃんの焼き鳥です。飲んでますか？美味しい。バッチリ美味しい。ありがとうございます。はい、なんか一言。皆さん、いっぱい焼き鳥あるんで食べに来てください。はい、なんか一言よろしくお願いします。美味しいね。焼酎、ビトも飲みます。はい、どうぞ。これは徳さん、美味しい。ありがとうございます。はい、ここは豚足がめちゃめちゃ美味しいです。お姉さん映りませんか？大丈夫です、ありがとうございます。大分の人は恥ずかしがり屋です。だから大将に戻ります。はい、ありがとうございます。元子さん、元子さん、ダメだって。もう大丈夫です。はい、店長さん、元子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 さんじゃないですから。トモコさん、元子さん、元子さん、めちゃくちゃでしょ、酔っ払って。ありがとうございます。いいですか？気をつけてください。大丈夫ですか？店長大丈夫ですか？ありがとうございます。お気をつけて、また来てね。また来てください。ありがとうございます。いいですか？やめてください。もういいですよ。ありがとうございます。ありがとう。